どうもこんにちは、旬代理メンバーの稲山です。鈴です。西です。今日は第一志望落ちを経験した我々3人が第一志望落ちた時の悲しい気持ちと、そこからどう這い上がって行きたい企業を見つけて内定したかっていうのを話していく動画でございます。はい。前提として、その時の第一志望っていうのがあって、我々一応今自分の第一志望というか行きたい企業に内定していくことになってるんですけど、当時の第一志望落ちた時はやっぱりクソ病むわけじゃないですか。そういった話をしていければなと思います。西さんの第一志望のエピソード聞かせてもらっていいですか。私はですね、めちゃくちゃ行きたい企業があったんですよ、その当時ね。でサマーインターンシップに行くのがすごい難易度が高いっていうことで、はい、大学3年生の6月にサマーインターンの面接を受けて、で見事サマーインターン通過して、で大学3年の6月からもうずっとその企業と関わってきて、面接を10回以上受けて、はい、大学3年の1月に最終面接。え、だから8ヶ月ぐらいってことですか。そうですね、8ヶ月ぐらい、めちゃくちゃ企業研究とかもして、はい、わざわざそのサービスを登録したりとかして、で最終面接受けて、あ、これは絶対受かったなと思ったんですか。人事の人が私がどういうビジョンを持ってるかっていうのを言った時に、僕も西さんのようなビジョンを持ってる人と働きたいんですよねって言われたから、いやこれは来たから。確かにそれは、ね、その後に最後社員さんになんかどうでしたみたいな感じで聞かれた時、いや最後なんでもう打ち上げしたいですねみたいな、めちゃくちゃ調子乗って、はい、これだね。でそこからもしかして、うん、そこで2説ある、はい、でそれで次の次の日にお祈りメール、いろいろ想像してましたね、オフィス行った時に。私多分ここで OL になるんだろうな。けどそれめっちゃわかりますわ。え、わかりますよね、はい、キラキラ OL になれるんだろうな。そう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 、きっと社員さんの顔も覚えとこうみたいな感じで思ってたのに、それで最後落とされるって、やばいね。本当許せないですよね。そう、恋愛と一緒だなって思って、はい、しかもその期待させといてね。そうなんですよね。まあ、でも正直言うと、一番最初のサマーインターンの前とかは絶対ここに行きたいみたいな、ここだけっていうわけじゃなかったんですよ。わかる。でも選考が長引くにつれて、だん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 こう思わせぶりの態度をしてくるから、だんだん好きになってくるんですよ、うん、で好きになっても最後あともう付き合うだけみたいなところで振られたんで、もうめっちゃショック。本当に思わせぶりな態度しないでみたいな、最初から好きじゃないなら言ってよみたいな。確かにね。いや怖え。しかもそのお祈りメールを見た時が、友達と飲んでてトイレに行ってこうパッて一人で見た時にお祈りっていう感じだったんで、帰ってきてからもうチーンですよね。チーンなんですね。でも顔死んでまして、え、西さん何があったのみたいな感じで、でそっから3時間ぐらいもうずっと慰め会みたいな感じで、もうめちゃくちゃ申し訳ないけど、もうずっとチーンとしてました。え、どうやって乗り越えたんですか、その悲しみというか。乗り越え方で言うと、ツイッターで最終面接うち、はい、みたいな感じで検索して仲間を探して、はい、こう一人一人こういいねしてくれ、私もだよ私もだよ私もだよっていう感じで思い込みながら心込めていいねするっていうので心が救われるような。いや、仲間見つけるってめっちゃ大事ですよね。めっちゃ大事だと思います、ね、うん、就活傷の悩みめっちゃ大事なんで、メンタル管理に。僕はサマーインターンの時に第一志望地を経験しまして、某有名テーマパークの企業だったんですよね。でそこの企業のインターンの選考があって、うん、で選考がめっちゃ楽しくて、あ、もうこの企業最高だわみたいな、うん、でしかも選考の感触もめっちゃ良かったんで、俺この企業行こうって思って、うん、めっちゃウキウキだったんですよ。まあチケット5枚ぐらいゲットして内定して、そこで遊びまくろうみたいな、そんな感じだったんですけど、まあ落ちちゃってどう落ちたの。最終面接の1個前のそのインターン選考で落ちちゃったんですよね。正直受かったなって思ってたんですか。いや、ちょっと聞いてほしいんですけど、正直絶対勝ったと思ったんですよ、本当に。何でそう思ったの。でもマジバリュー出してた。僕結構ファシリやってたんですね、その時だけ。意思決定もめっちゃしたから、だから終わった後絶対受かったと思って、本当めちゃくちゃ調子乗ってたんですよ。そしたら他のインターン中に落ちた連絡来て、もうめっちゃ泣いて、もう二度とその有名テーパパ行かないって思ってチケットをみんなに友達にあげたりしたんですよ。軽い第一志望ではあるんですけど、早めの時期に行きたかった企業に落ちちゃったって感じですね。でも稲くんって、はい、テーマパーク興味あったんですか。テーマパーク、いや全くなかったんですよ。けどその某有名テーマパークのマーケ職だったんですけど、めっちゃ有名なんですよね。頭いい人が集まったりとか、めっちゃ成長環境をしてるみたいな感じだったんで、もはや外婚より上の成長環境があるみたいな感じだったから、マジ行きたいみたいな。もう成長大好き人気なんで成長マーケでみんな頭いいみたいな、最高じゃないですか本当に死ぬほど行きたくて本も買ったんですよ、うん、マーケの本とかもめっちゃ買ったんですけど、まあそう悲しく落ちてしまって、まあ、でも確かに落ちた理由がわからないって一番納得いかないですよね。俺めっちゃ受かってると思ったんですよマジで。どれぐらい落ち込んだの。落ち込んだっていうか、もう切れてましたね僕いや、わかります、ね、第一志望した時に落ち込むタイプと切れるタイプいると思うんですけど、うんうん、僕めっちゃ切れて、いや私もです、はい、めっちゃ切れるタイプ。どっちですか、はい、落ち込むかな。でもさ、イラついた方がさ、はい、すぐ乗り越えられそうだね。まあ、確かにそのエネルギーを
を逆に次に使えるか。だからイラつくのは皆さんおすすめです。人事の顔思い出して、うわあいつマジうざかったなみたいな。なんで俺のこと落としたんだろうみたいな。そんな感じでね。うん、切れちゃう。それ乗り越えたんだね。そんな感じですね。なるほどね。てかすずさんの場合は第一志望に落ちたのはいつでしたっけ？4年の6月末。すずさんの特徴はもうほんと末期の第一志望地じゃないですか。そうだね。その時行きたかったところが2個あって、そのうちの1個が6月末に落ちちゃって、はい、1個はまだ続いてるっていう状況だったんだよね。あれもなんかもう落ちるなってなんとなく分かってた。その子まで行きたい気持ちがなかったんだと思う。後から振り返れば、後から振り返ればね。焦りとかはないんですか？その時点で第一志望持ちが2個だったのが1個になっちゃったから、うんうんうん、あ、でもめっちゃ焦った、めっちゃ焦った。焦りとはどう向き合うんですか？2社ぐらい私はその時増やしたから、はい、増やすっていうのと、まあ落ちても死なないって、まあなるほど、確かにすごい思う。めちゃめちゃポジティブ。最悪ダメだった時は海外に入れようかなとか、ね、そういう感じのことを考えて現実逃避が大事かもしれない。確かに、うん、あと私と同じ時期に就活やってる幼馴染がいたから、2人でいろいろ励まし合いながらやることで大丈夫だった。確かに。じゃあもうリアルな友達とまあ一緒に頑張るみたいな感じですね。皆さん第一志望それぞれ落ちたけど、乗り越え方としては、まあ、僕は切れるで、西さんは仲間を見つける、おすず様が現実逃避と、まあ、友達と一緒に頑張るみたいな、うん、な感じですね。はい、まあ、第一志望落ちみんな経験したんですけど、まあ、それを乗り越えて西さんは、まあ、6社内定、すずさんも行きたいメガベンチャー見つけてそこ内定、僕も行きたいとこ見つけてそこ内定って感じなんで、まあ、そこからどう動いてたのかっていうのを今から話していきたいなと思います。どんな反省を得てどう生かしたんですか？はい、まあ、とにかくそこでダメだったことをちゃんと自分の中で考えて、絶対にしない方がいいのかなっていうふうに思いますね。